ナンバーアンダーラインアイとスノーマンの共演ミュージックステーションでの爆笑エピソード旧ジャニーズ事務所からナンバーアンダーラインアイへ平野翔たちの新たな挑戦とミュージックステーション出演ミュージックステーションの特番である夏祭り3時間半 SP では旧ジャニーズ事務所のグループであるスノーマンやニュースに加え三代目 JSOULBROTHERS や t i c そしてナンバーアンダーラインアイなどのボーイズグループも出演しました 特に注目されたのは、ナンバーアンダーライン愛の神宮寺優太がスノーマンの佐久間大輔のふざけた様子に大爆笑し、スノーマンの渡辺翔太と大 CE の花村壮太がプライベートなエピソードを話すなど、非常に和やかな雰囲気が放送されていた点です。昨年5月にキングプリンスから脱退し、ジャニーズ事務所を退所した平野翔、神宮寺優太、岸優太の3人は今年元旦にナンバーアンダーライン愛として、ゴートでデビューし、 4月12 2日ににミューージックステーションに初出出演演しましままた今回の出演は2度目となりますこの番組はジャニーズ忖度の総本山ともいえる存在でありテレビ朝日は性加外報道に対して最も抑制的なテレビ局でもあります80年代に始まったニュースステーションでテレビ報道を一変させた姿はもはや見られません 筆者は早い段階からこの構造的な問題について幾度も指摘してきました。例えば BSTBS、報道線930-2023年5月25日。この音楽番組内容と報道姿勢の奇妙な相関は、今回のジャニーズ性加害問題においてまだまだ追求が乏しい側面です。ミュージックステーションは、1988年から性加害問題が顕在化するまで、強くジャニーズ事務所に依存してきました。 旧ジャニーズタレントが出演しなかったのは昨年2月まで総集編を除く1363回中13回しかなく、そのうち3回は単独アーティスト企画、1回は新型コロナ禍でした。しかし昨年9月29日に B、ファーストが出演した以降、上腕や INI、ナンバーアンダーライン I、DICE などの競合グループの出演が続きました。こうした状況からも、忖度が崩壊したことが確認できます。 ミュージックステーションは定期的な夏の大型特番をなくし、ここ5年ほどは不定期に3時間から4時間の特番を7月から10月にかけて放送しています。冬にはクリスマス前後にスーパーライブを放送し、2020年から2022年は6時間強の放送時間でしたが、昨年は4時間40分ほどに短縮されました。長尺なため経年的な比較も可能で、長らくジャニーズとズブズブの関係を築いてきました。 毎年、主要グループのほとんどが出演し、特別企画等も少なくありませんでした。しかし昨年の性加害問題以降、ミュージックステーションも変わりました。他の民放局同様、中堅のグループの出演が激減しており、デビュー順で言えばニュースからウエストあたりが該当します。例外は関ジャニエイトです。ミュージックステーションの放送回数も減少しています。昨年は1年。 52 21週でで回と過去最小でしたその代わり2時間や3時間のスペシャルを増やしてカバーしようとしていますが、披露される楽曲数もこの2年で大幅に減少しました。こうした理由ははっきりとしませんが、テレビ放送の広告単価の低下を2時間等の枠で抑えようとする思惑や、司会者タモリ氏への配慮などが考えられます。タモリ氏は、タモリクラブや NHK の「ブラタモリ」などレギュラーを段階的に減らしており、 ミュージックステーションも大きな変化を迎えることが確実です。旧ジャニーズとの深い関係を続けてきたミュージックステーションは、1986年に放送を開始し、光源氏が大人気だった1988年からジャニーズに頼ることで番組を軌道に乗せました。エグゼクティブプロデューサーの山本隆雄氏も、ジャニーズとミュージックステーションはとても親密な関係を持たせていただいていると過去に証言しています。 経年的に見てもそれが事実であり、1988年は全体の30%強を光源氏や田原俊彦、男と及組などのジャニーズ勢が占めていました。平均では80年代が20.0%、90年代が18.7%、0年代が21.5%、10年代が22.6%と推移し、2020年以降の5年は18.2%と減少傾向にあります。 特に昨年下半期、7月から12月は、旧ジャニーズの割合が13%にまで減少しました。ジャニーズ事務所が成果外を認めたのは、この期間に含まれる9月7日であり、この間もすべての放送に旧ジャニーズ勢は出演していましたが、割合の減少は年末のスーパーライブで著しく出演者が減ったことが原因です。一方で、競合グループの割合は増加しており、 今年は旧ジャニーズと競合が拮抗するほどになっています。3月8日は5年ぶりに旧ジャニーズ勢の出演がありませんでした。前回はコロナ禍の2020年5月8日。結果、旧ジャニーズ勢も含む男性のダンスボーカルグループが全体の3分の1ほどを占めています。4月12日にナンバーアンダーライン愛が、ミュージックステーションに初出演した際、共演していたのは、20th センチュリーでした。 井ノ原義彦は、過去に平野が自宅に遊びに来たエピソードなどを話し、その関係が決して悪くないことを示しました。井ノ原は旧ジャニーズ事務所の受け皿となるスタートエンターテイメントの取締役 CMO であり、昨年9月のジャニーズ事務所の記者会見でテレビ局の忖度などについて、忖度をなくすのは大変だが、皆さんと一緒に考えていく問題でもあると発言しました。ミュージックステーションでの平野との絡みも、 こうした姿勢をアピールするたためだったのでしょうナンバーアンダーライン愛のファンや旧ジャニーズに批判的なものには井ノ原の言動をパフォーマンスと批判する向きもありましたしかしこうしたパフォーマンスこそが今後の業界に確実に必要でした戦争が終わったことを信じられずにジャングルの奥地から出てこれない日本兵のような人がたくさんいたからです戦争が終わったからといってすべてが終わりではありません テレビ朝日を中心とするテレビ局の自己検証はまだまだ途上にあります。このことを決して忘れてはなりません。井ノ原のパフォーマンスに対しては様々な意見がありますが、彼の言動が業界全体に与える影響は無視できません。特に旧ジャニーズ事務所が持つ巨大な影響力を考えると、井ノ原のような存在が新しい方向性を示すことは重要です。彼の発言が真実であろうとパフォーマンスであろうと、 それが業界全体に新しい風を吹き込むきっかけとなることは間違いありません。さらに、旧ジャニーズ事務所と深く関わっていた他のメディアも徐々に変化を見せています。例えば、テレビ朝日だけでなく、日本テレビや TBS も性加害問題に対する取り組みを強化し、ジャニーズ事務所に対する忖度を減少させる動きを見せています。これは視聴者の信頼を取り戻すための重要なステップです。 消化害問題に対する透明性を高めることで、視聴者はメディアに対する信頼を再構築することができるでしょう。旧ジャニーズ事務所に所属していたタレントたちも、新しい道を模索しています。ナンンバーアンダーラインアイやストーンズスノーマンなどのグループは、ジャニーズ事務所を離れた後も成功を収めています。彼らはファンとの絆を大切にし、新しいチャレンジに挑戦しています。これにより、 彼らは旧ジャニーズ事務所の影響力から独立し、独自の道を歩んでいます。これからの音楽業界は、多様性と透明性を重視する時代へと移行しています。旧ジャニーズ事務所が築いた伝統を尊重しつつも、新しい価値観を取り入れることが求められています。視聴者やファンは、タレントたちの真摯な努力と新しい挑戦を応援し続けるでしょう。そして、メディアもまた、 視聴者の信頼を取りりり戻すすために変わり続ける必要がありますテレビ朝日のミュージックステーションはその一例です。かつてはジャニーズ事務所のタレントが出演することで視聴率を稼いでいましたが、今ではより多様なアーティストを取り上げることで視聴者の関心を引き続けています。新しいアーティストやグループが登場することで番組の魅力も増しています。この変化は視聴者にとっても新鮮であり、 音楽業界全体にとっても前向きな動きです。旧ジャニーズ事務所が持つ影響力は依然として強力ですが、新しい時代に向けた変革が進んでいます。業界全体が透明性を高め、多様な才能を育成することで、音楽業界はより健全で魅力的なものとなるでしょう。視聴者やファンは、タレントたちの新しい挑戦を見守り、応援し続けることで、彼らともに成長していくことができます。 このような背景を持つミュージックステーションはこれからも音楽業界の変革をリードしていくことでしょう。新しいアーティストやグループの登場により番組はますます多様化し視聴者に新たな驚きと感動を提供し続けることが期待されています。視聴者やファンの信頼を取り戻し音楽業界全体が健全に発展するためにはメディアとアーティストが一体となって取り組むことが必要です。